ラウドネス、ラウドネスは、元レイジーの高崎明と、樋口宗隆が中心になって結成された、日本のヘビメタルバンド。現在のメンバーは、新原実ボーカル、高崎明、ギター、山下正義、ベース、鈴木正幸、ドラムの4人である。レーベルは、ワードレコーズ、所属事務所は、型のミュージック。80年代中盤に、海外進出し、 ビルボードトップ100にアルバムを送り込んだ。さらにモトリー・クルーの前座ではあるものの、日本人アーティストとして初めて、マディソン・スクエア・ガーデン、MSG のステージに立つという快挙も成し遂げ、名実ともに日本を代表するロックバンドとなった。1989年以降、大幅なメンバーチェンジを繰り返し、一時期はオリジナルメンバーが、 高崎しかいないラインナップにもなったが、2000年に高崎がオリジナルメンバーでの再結成を宣言。2008年11月に中心人物の一人である樋口宗隆が他界したが、公認に鈴木を迎えて活動を継続。2018年現在までに27枚のオリジナルアルバムをリリースし、精力的に活動中である。第1期。 1981年から1988年、第2期、1989年から1992年、第3期、1992年から1993年、第4期、1994年から2000年、第5期、2000年から2008年、第6期、2009年代。主に作曲はギターの高崎が手掛け、 歌詞はその時々のボーカルがつけていたレコーディング途中で2位ゲンが脱退したアルバムソルジャー・オブ・フォーチュンではメンバー全員がラウドネス名義で作詞をした第1期第2期第5期ではごく稀に山下も作曲するが近年ではメンバー全員ラウドネス名義で作曲をすることが多くなった第3期には脱退している山下が1曲提供している歌詞は 現在のボーカルであるニーバラと高崎がそれぞれ書いている。ラウドネスのサウンドは高崎の思考がとても強く、第1期第3期までは典型的なヘビーメタルハードロックであった。バンド名の由来はステレオのアンプに書いてあるラウドネスという文字を見てその響きやスペルを気に入り、意味を調べたところ音量を表すものであったために、自分たちのバンド名としてふさわしいと判断したもの。 当時の所属事務所であるビーイング側はサンライズというバンド名を候補として推していたがメンバー側がピンとこないということで最終的にメンバー側が候補としていたラウドネスに決まった高崎曰くビーイングの中で唯一の言うことを聞かないアーティストだったと語っている1980年所属事務所トライアングルプロダクションの意向で アイドルバンドとしての活動を余儀なくされていたレゼー。そのレゼーのリーダーである樋口宗隆は他のメンバーより先に成人を迎えていたことから多くの先輩ミュージシャンと飲みに行くうちに様々な情報を手に入れていた。そうした先輩ミュージシャンとの交流を深めていくうちに所属事務所や業界の考えに違和感を持つようになり所属事務所側に一リーダー 年長者として様々な口出しをする様になる。そうした、樋口の態度に対し事務所側は樋口を解雇しようとする、動きに出るが、それを耳にした、高崎明は、樋口がいなくなるのなら、自分も一緒に辞めると考えるようになり、そのような状況で12月にリリースされた、宇宙船地球号は、ヘビメタル宣言をしたアルバムとして、注目を集めたが、高崎によると、当時の評価は、 アイドルバンドがヘビーメタルに挑戦しただけというネガティブな受け止められ方が強かったことや影山博信と井上俊二の二人がジューダス・プリーストやアイアンメイデンらを中心に当時イギリスで注目を集めていたノイスブームのような音楽性についていけなくなったことも含め上記のような事情が重なり合った結果レゼー解散の道へ向かうこととなった 1981年2月、所属事務所とバンドメンバーとの協議の結果、2月18日のコンサートでレゼンは解散宣言をする。3月には、高崎と、樋口、田中博之は、高崎が、東京の兄貴としたう、レイジー初期の現場マネージャーだった元定地区レコードの中島、俊之を従えて、新バンド結成を決意。2から3人ほどの候補者を招いて、 ボーカルオーディションを開く。候補者の一人には後に第四期ラウドネスのベーシストとなる柴田直人が当時在籍していたブラックホールのボーカリスト、ペイ・リオモイタ。最終的に選ばれたのは高崎の幼馴染である山下正義が推薦した元アースシェイカーのボーカルの新位ばでパーシー・スレッチの男が女を愛する時をピアノの弾き語りで歌ったことが加入の決め手となり、 バンドに迎えられ、高崎明プロジェクトとして指導。所属事務所も中、下が長戸博之とビジネス上の付き合いがあったことから、ビーイングに席を置くこととなった。5月22日に、レゼーは正式に解散。しかし、ほどなくして、田中は音楽性の違いや樋口との意見が合わなくなったことから離脱。そこで、高崎の幼馴染みで、 ニーゲンをボーカルに推薦した山下正義をベースに迎え、山下は6月に上京し高崎の自宅マンションに居候として住み込め始めた。ここから高崎明プロジェクトからバンドという体制に方向転換する。当初はあくまでも高崎明のソロアルバム制作を目的に動いていたプロジェクトであったがスタジオでのセッションが予想以上に良かったため、樋口の提案により、 このメンツでの新バンド結成につながった。山下はに茨を推薦した当時、ゼファーというバンド、山下以外には後にマリノに加入する大谷レイブ文、後に X レイに加入する高橋ロジャー和久が在籍を結成しており、山下の自宅でゼファーのファーストライブの打ち合わせをしている時に高崎から電話でラウドネスに誘われている。同年8月、エンジニアに お野ま彦を迎え、三重県のチェスナットスタジオでレコーディングを行い、マスタリング作業を含めて、たった5日間で終わらせた。バンド名もこの頃に、ラウドネスに決まった。11月25日、日本コロンビアより、アルバム、ザ・バースデイ・イブ誕生前夜でデビューした。この作品でのサウンドは、バンヘイレイの炎の動火線やノイスブームを意識しており、一曲一曲に、 様々なリフを詰め込み、全体的に長い演奏時間や変拍子な曲調から、プログレッシブロックの傾向も見られる。12月17日に、浅草国際劇場にて、デビューコンサートを実施。日本のハードロックは売れないという、当時の方角界の見方に反し、3000枚近くあった。チケットは即座に完売し、関係者を驚かせた。1982年1月18日、 中野サンプラザで行われたジャパンヘビーメタルフェスティバル22日には大阪毎日ホールで行われたジャパンヘビーメタルファンタジーといったイベントに出演2位県はプロ経験が浅かったこともあり多くのミスを犯してしまったことから初めてプロとして活動する厳しさを痛感する4月6日には本格的なツアーを開始するが4月10日で行われた 日比谷野外音楽堂公園で大音量で演奏したことから近隣住民からクレームが殺到したとのことで出入り禁止を下されたとの噂が広まったただし高崎ワーク出禁というよりはその後しばらく出られなくなったとのこと5月1日にはデビューシングルバーニングラブをリリース7月25日にリリースされたデビルソルジャー戦慄の奇跡ではレコーディングエンジニアに ジョージ・アズマの紹介でダニー・マクレンドンを起用したが、サウンド的には前作の延長上であった。実際に前作からのアウトテイク曲もあるが、誕生前夜以上の売り上げを記録した。1983年、ビーイングを離脱し、中下が新たに設立した音楽事務所、ラウドネス・ミュージックに移籍。1月21日にリリースされたザ・ロー・オブ・デビル。 S, S ランド魔界転生でもダニー・マクレンドンを起用。ダニーはアメリカの関係者とのつながりもあることからいくつかの現地のライブハウスにブッキングをし、バンドは7月9日に渡米。現地のラジオ局がインザ・ミラーやスピードを流したことやメタルマニア向けのレコードショップでラウドニスのアルバムを扱っていたことも含めアンダーグラウンドなファン人で情報を得ていた。 アメリカのメタルマニアが当時高額だった日本版を購入するという現象が起きた。7月26日、全米ツアーを成功させた後に帰国。8月にはヨーロッパツアーと新作のレコーディングのために初の塔。エンジニアにイエスのロンリーハートを手掛けたを迎え、1984年1月21日に発売されたディスイリュージョン激危険霊でバンド初期のサウンドは、 完成した。それと前後する形で1983年11月に初の2枚組ライブアルバム、ライブラウド、アライブラウドネス・イン・東京、翌12月には同名のライブビデオが発売された。この時期の作品はヨーロッパではロードランナーやミュージック・フォー・ネーションズを通じてリリースされていた。百八十四年四月二十日から五月六日まで二度目のヨーロッパツアーを行い、 このツアーの模様は8月1日にライブビデオ、ユーロバーンズとしてリリース。7月には歌詞をすべて英語に翻訳したデッシュルーナ・ニングリッシュバージョンをリリースした。1983年のヨーロッパツアー及び激剣霊下のレコーディング中の間にアメリカの RCA レコードやゾンバミュージック、グループからのオファーが事務所宛に届く。この時点で中下は、 RCA と契約した方が良いのではないかとメンバーと打ち合わせをしていたが、1984年5月のヨーロッパツアー中にワーナーパイオニアを通じてアトランティックレコードよりラウドネスに興味があるとの一報が所属事務所に入った。中下はこの時点でアトランティックレコードの存在を知らなかったがメンバーにとっては 憧れのレッド・チェッペリンらを輩出した大手レーベルであったことから協議の結果アトランティックと契約。契約内容も7年間にアルバム7枚をリリースするという日本人アーティストとしても前例のない契約であった。これと前後してデーブ・ムステインを解雇したばかりのメタリカ側のマネージメントから高崎へまだメジャーレーベルと契約する前の無名バンドだった。 メタリカへの加入へのオファーの手紙とデモテープが届くが、高崎がラウドネスに命を懸けていることや、日本人チームで世界と戦いたいという強い思いから、オファーを断っている。1984年5月、高崎はアトランティックとの打ち合わせのために渡米、全米デビューアルバムのプロデューサーとして、エディ・クレーマーの名が上がる中、高崎はノーマンが手がけた。 オジー・オズボーンのアルバム、特にランディ・ローズの音を好んでいたことから協議の結果、アルバムのプロデューサーに、ノーマンを迎えた。ノーマンは、アメリカ進出するバンドが成功することを強く意識し、当時アメリカのヘビーメタルシーンでムーブメントを起こしていた、グラムメタルのような明るいサウンドを目指す、方向性に舵を取った。1984年7月、中下に、 英語の発音の悪さを指摘された、ニーゲンが、英語や、ボーカルレッスンのために先に飛べ。8月下旬、レコーディングのため残りのメンバー全員が飛べ。ノーマンの一切の妥協を許さぬ、厳しい指導に耐えながらの2ヶ月以上もの、長期レコーディングを経て12月1日、先行シングルとして、クレイジーナイト、翌1985年1月24日に、サンダー・イン・ザ・インストがリリース。 アルバムは日本のオリコンチャートでは最高第4位、アメリカのビルボード総合チャートで最高74位を記録したビルボードでは24週にわたり、20位圏内にランクインされた。12月2日の渋谷公会堂を皮切りに、翌1985年2月1日まで日本ツアーを開始。4月から6月にかけて全米ツアーを行う。6月21日には劇場用、 アニメ、オーディーン講師ハンセンスターライトの主題歌や、劇中 BGM を収録した12インチシングル、ゴタファイトをリリース、6月30日から8月6日に、サポートキーボーディストに、元ノベラジャンハードの映画は年を迎えて、日本ツアーを行った後、8月8日より、モトリークルーの前座として、全米ツアーに参加。8月14日には、日本人アーティスト及び、 日本のバンドとして初めてマディソンスクエアガーデンのステージに立った。モトリークルートのツアーは9月18日まで続き、ツアー終了後に帰国。12月には再びノーマンを迎えて六本木のセディックスタジオでレコーディングを開始。レコード会社も日本コロンビアからワーナーパイオニアに移籍。1986年3月にはシャドウズ・オブ・ウォーがリリースされる。同時に、 大阪城ホールを皮切りに日本ツアーを開始。4月3日、4日に行われた、代々木オリンピックプール公演の模様は、同年9月に、映像作品、ライブイン東京、ライトニングセルイクス、11月には2枚組、ライブアルバム、8186ライブとして発売された。7月25日には前室の、シャドウズ・オブ・ウォーの US ミックス版、ライトニング・ストライクスが、 全米で発売。ビルボード総合チャート64位と、前作、サンダー・イン・ザ・イーストを上回る記録を残した。8月には、全米ツアー、10月には、ヨーロッパツアーを行う。このツアーの間に、アメリカでは、前半に、ポイズン、シンデレラを前座に、後半は、AC、DC の前座として、ヨーロッパでは、サクソンと共に行っていた。 全米ツアー終了後の9月25日には、シンセサイザーを多用したディスコ的なリスキーウーマンをリリース。12月28日、29日にはバンド初の日本武道館公演を行っている。1987年2月から3月にかけて、新作のためのリハーサルや制作を開始。4月にはプロデューサーにエディ・クレーマーを迎え、日本とアメリカでレコーディングを開始。 7月31日には、ストライパーを前座に迎えて、全米ツアーを開始。8月25日には、ハリケーンアイズがリリースされ、第1期ラウドネスのバンドサウンドは完成の一気に達した。日本のオリコンチャートでは4位を記録したものの、ビルボードでは190位と前作よりも大きく、下回った。また、この時期より、 高崎の愛機が ESP のランダムスターから荒木十三が設立したキラーギターズのプライムを使用するようになる。1988年には日本のみで長期ツアーを行い、5月にはミニアルバムジェラシーをリリース。しかし、ソルジャー・オブ・フォーチュンレコーディング中の1988年12月に2言が脱退、事実上の解雇し、第一期ラウドネスは終了する。 ニーハラ脱退の背景に高崎は、もっと先に進むためには、ネイティブな英語を操るフロントマンが必要だったという、バンド側の意見があったとし、当時のニーバラの歌唱力や、英語の発音の問題を指摘。一方、ニーンも自身の歌唱力の限界を認めた上での、自主的な脱退であることを認めており、フロントマンを変えることで、マンネリ化を打破し、バンドを劇的に変える、特効役が、 フロントマンの交代であったとも述べている。また、ソルジャー・オブ・フォーチュンのプリプロダクションが始まった時点で、バンド内の空気が怪しくなっていたとし、海外メディアで取材を受ける際に、ライターから、ラウドネスが、ボーカリストのオーディションをしているらしいとの噂を聞いた、という話を耳にし、インタビューから1週間後に、バンド側から、解雇通告をされたと10回している。 この時期のサウンドはにイバラの高音を生かしたボーカルが特徴である。日本語よりも英語を多用した抽象的なものが多い。歌詞のテーマとしては恋愛、ファンタジー、戦争などがある。オーディションを幾度となく言ったが、日本にはニイバラ以上のボーカリストはいないとして、この時期後にボーカリストとして加入することになる山田正輝にも声をかけているが、当時はまだ EZO で活動中だったため断られている。海外オーディションによりアメリカ人であるマイク・ベセラを新たなボーカルに、プロデューサーに、マックス・スノーマンの他に、ロジャー・プロバートを迎え、1989年に、ソルジャー・オブ・フォーチュンをリリースした。サウンドは、アメリカ進出時の明るく、高質なアメリカンヘビーメタルサウンドから、メロディアスなものへと傾倒していった。当時この音楽的変化は、 ギタリスト向けのヤングギター誌ではテクニカルさとメロディアスさもあって高評価を受けた。高崎はこの作品がテクニカル路線最後のアルバムと語っている。1991年リリースの ON ザ・プラウルはデビュー10周年やボーカルのチェンジによる国内基盤時代の代表曲の紹介を狙ったためか過去の曲のリメイクが多い。バンドサウンド、特に ギターとドラムの変化が著しいが洗練され、曲本来のメロディアスさをさらに引き出した。中には制作後3年しか経過していない曲も含まれていたが、これらもリメイクされた。しかし、同年リリースのミニアルバム、スラップインザフェイスの表題曲では、今までのラウドネスには見られなかった、スラッシュメタル的なリフ展開を繰り出し、ヘビなサウンドを全面に押し出したものの、5月の日本、 武道館公演後にマイクは脱退、事実上の解雇。1992年には山下も脱退、第2期ラウドネスは終了する。スラップインザフェイスのサウンドは第3期に受け継がれることになった。マイクのボーカル力はデリケートであり、ライブにおいては村が出はしたものの、スタジオ録音ではその力が遺憾なく発揮された。 山下の脱退は事実上解雇であった、ニーゲンやマイクと異なり、口実のように自ら公認を指名したり、また楽曲を提供するなど、比較的有効的なものであった。1992年1月、ボーカルに、元 EZO の正樹こと、山田正樹、ベースに、元 X の大事こと、沢田康史を迎えた。沢田はもともとラウドネスの大ファンであり、 X 在籍時から高崎明と進行があった。そのベースの腕はメンバーにも認められていた。そこで脱退する山下が自分に代わる新たなベーシストとして推薦したため加入することになった。なお、沢田は X 在籍時はソニーレコードに所属していたため1月31日に事務所と契約が切れる X 正式脱退まで サポートメンバーとしてアルバムのレコーディングに参加した。バンドのプロデュースは高崎が務め、ギターが半音下げチューニングになり、山田の力強いボーカルと相まってパンテラを彷彿とさせるヘビなサウンドになった。沢田はあまり目立とうとはせず、高崎のギターとのユニゾンプレイによる重厚なアンサンブルを作り出すことに徹底している。高崎との高速リフにおけるユニゾンは、 もちろん、ジャック・オフ・ビブラートと呼ばれるテクニックまで揃える。そして各所で盛り込まれる流礼なフレーズや、かつてのラウドネスにはあまり見られなかった、スラップ奏法による、ベースソロをフィーチャーしている。沢田のプレースタイルについて、樋口は、自身が即興で叩いたドラミングに合わせて沢田が弾いた、ベースフレーズを絶賛している。元 X という経歴を持つ沢田の加入は、各方面で波紋を呼んだ。 沢田加入により、ライブには沢田あるいは X の女性ファンが来るようになり、それまでの男性ファンからはツアー初日に大ブーイングを浴びせられていたが、高崎によると半信半疑のファンもいたんだろうけど、ツアーやってるうちにみんな、安氏のことを認め出していたと当時の様子を語り、沢田もまた高崎、樋口のコンビネーションとどう合わせるか、毎日考えさせられていたと実感していた。 CD 売り上げ、知名度、人気度において、頂点を極めた時期だったが、当時の所属事務所が、海外展開に、全く興味示さなかったことから、海外での活動が、止まってしまった。事務所との契約の関係などの様々なトラブルにより、1993年5月に、山田が脱退の意を示すが、樋口の説得により撤回する。11月に、樋口が、 ラウドネス復活をメンバーに知らせるが、この直前に、沢田はこの状況では、ラウドネス復帰が絶望的だと判断し、自身のソロプロジェクト、後の DTR を行うことを、所属事務所レベルで決定していたため参加を断念、せざるを得ず、脱退する。その後バンドのリーダーである樋口が脱退し、第3期ラウドネスは1枚のアルバム、ライブアルバムを含めても2枚を残して、 早々と終わってしまった。以降、復活後も高崎がリーダーを務めることになる。樋口は脱退した直後に、沢田に対して、安氏とはフリーでもいいから、すぐに音を出したいと声をかけたりしていたそうで、樋口にとって、沢田はかなりお気に入りのベーシストであるらしく、1998年に、樋口自身がプロデュースしたコージー、パウエルトリビュートアルバム、コゼプウェルフォーエバーに、 沢田を呼んでいる。この第3期ラウドネスの夫人はファンからも高い支持を得、メンバーである高崎、沢田、樋口の3名も近年、オリジナルラウドネスとは別に、第3期も企画ものでいいから再結成したい、というようなことを語っていたが、2008年に、樋口、2011年に、沢田がそれぞれ他界しているため実現不可能となった。1994年、まさき、 山田の誘いにより、ドラムに、元 EZO の広子と、本間大使が加入。この当時、正式メンバーのベースがおらず、高崎がギターと兼任した、ヘビーメトルヒッピス発表後、12月のツアーのサポートを経て1995年にはベースに、元アンセムの柴田直人が加入し、第4期ラウドネスが本格的に始動する。柴田は、 余計なことを考えずベースプレイにだけ集中できたので、ラウドネスは楽しかったと近年語っている。ルームメタルよりのスローテンポの曲が多くなり、ルームスレコーズ遺跡後に制作された、ブッダロックと高崎が称する3枚のアルバム、ゲットマシン、1997年、ドラゴン、1998年、エンジン、1999年、以下通称、インド3部作をリリース。 第四期では、高崎のルックスにも極端な変化があり、それまでのトレードマークであった、ロングヘアーから、坊主頭になり、衣装も、インドの民族的なものとなる。正樹は、第三期の加入当時は、本名の山田正樹で参加したが、フラッテバッカー、EZ o 時代の熊取りメイクを再び施すことも、多くなり、芸名も当時と同じ正樹に戻した。しかしこの頃、 レイジーが再結成し、高崎と樋口のコンビが復活。また樋口プロデュースによるレッドチェッペリンのカバーアルバム、スーパーロックサミット天国への会談。1999年では、第一期ラウドネスメンバーが全員参加するなど、後のオリジナルメンバー復活につながる活動が見られるようになる。2000年に高崎がオリジナルメンバーによる復活を宣言し、 第4期ラウドネスは終了する。オリジナルメンバー再集結については、高崎本人の意向だけでなく現状のラウドネスに疑問を感じていたまさきから、オリジナルメンバーでやってみてはと助言されたことも、手伝っての決定だと、高崎が語っている。樋口、山下、新いげが復帰し、オリジナルメンバー構成に戻る。この再結成は、当時の新井原の弁では当初は、 期間限定であり、長くは続かない予定であった。しかし、再結成後の活動がラウドネスとして最も長く、メンバーチェンジのない同一メンバーで活動した時期となった。オリジナルメンバーで復活してから、初めてリリースされた、スピリチュアルカルーリンネ転生は、第4期の雰囲気を残しつつも、第1期に通じるような、聞きやすいサウンドになったが、第1期。 第3期の曲に似たリフが多く、それ以降も第4期のようなスローテンポの曲が多く、ヘビーメタルというよりは、ハードコアに近い音楽性である。テラーハクリは、インド三部作の頃の陰鬱なヘビロックに戻った。しかしその後、レイシング、音速では、スラッシュメタルの要素が入った速い曲が増えた。ザ・バトルシップ、武蔵の C、W 曲。 モアザンマシンでは打ち込み、サウンドにも挑戦している。結成25周年の2006年に発売された、ブレイキングザタブーは、第5期ラウドネスの音楽性に、1970年代、1980年代、ハードロックを意識した部分もあるアルバムとなり、ラウドネス25年の集大成といえるアルバムとなった。2008年、アルバム、メタルマットをリリースするが、同年3月に、 樋口が関西某癌治療のため休養。4月のツアーの大役には、手数をこと、菅沼光三が参加することになったが、同年11月30日、樋口が関西某癌により帰らぬ人となってしまう。樋口の死後、バンドは12月6日に、渋谷アックスで行われた、イベント、スーパーピースフェスティバル2008、共演は、大月健二、牧島ムザホルモン、ザカン。 ディートロックス、猫変他にて、樋口の代役にセーバータイガーの鈴木、アンパン・マサユキをサポートに迎えて、イベントに参加。ニーゲンはこのライブで、ラウドネスとしての活動を継続することを宣言し、12月24日に行われた、樋口のファン層での高崎の当時においてもラウドネスが、再び海外での活動を行うことを宣言した。2009年2月に、C、C、 レモンホールにて、樋口追悼ライブを行う。2009年2月16日、鈴木、アンパン・マサユキが、樋口の公認ドラマーとして、正式に加入。同年4月より、ザ・バースデー・イーブ誕生前夜、ディスイリュージョン激剣霊下の頃の楽曲のみに、絞った選曲でのライブツアー、クラシック・ラウドネス・ライブ2009ティーバースデー・イーブ、ディスイリュージョンをスタート。 予定通り同月中に一旦終了するも、追加公演を6から7月まで行う。8から9月には、続編として、24年前に、本格的に、アメリカ進出を果たした、フィフスアルバム、サンダーアン・ザ・イーストの楽曲を軸とする、クラシック・ラウドネス・ライブ2009サンダーイン・ザ・イースト、ツアーを観行。上記ツアーの最中の5月には、樋口追悼版とも、 いえる新作、ザ・エバー・ラスティング・タマシ動シュクをリリース。ドラムトラックは一曲のみ、鈴木正幸による新録で、それ以外は、樋口のレコーディングした過去の楽曲のプレイを編集し、使用している。内容としては、ブレイキング・ザ・タブー、メタルマットの路線を踏襲したものとなっており、高崎は、樋口さんの好きそうなギターリフを意識して作ったと語っている。 今後のラウドネスについて高崎は、ラウドネスはこれまでどんなメンバーチェンジがあっても、解散することなく続いてきた。ラウドネスは日本を代表するバンドとして、これからもずっと続いていきます。たとえ、僕が抜けても、と、メンバーチェンジがあろうとも永久に存続させたいビジョンを語っている。2017年4月18日、ツアーのために訪れたアメリカの空港で、 入国拒否された。同年8月にはワードレコーズに移籍することが発表された。2018年2月8日、鈴木が自身の体調の異変に気づき病院で診察を受けた、結果脳梗塞を発症していることが判明。幸い、症状は軽度のものであったが、リハビリや検査のため、そのまま入院となる。バンドは翌月から、 ニューアルバムのリリースに伴うライブツアーを控えていたが、鈴木を交えたメンバーとスタッフ間で協議した末、西田隆一をサポートドラマーとして予定通りツアーを行うことを決定した。鈴木は病状が無事解放に向かい、体調回復し9月に復帰。ラウドネス以外でのメンバーの活動については、各項目を参照。稲葉浩志、X ジャパン、セックスマシンガンズ、ラプー L.A., クライマ・クリスティなどのハードロック系だけでなく、スピッツ、サイキック・ラバー、斎藤和義、奥田民夫、上杉昇など多くの音楽アーティストに影響を与えた。リリース年月 P は全て日本版のオリジナルの発売日を記載。12インチアナログ、マキシ含む、英語版、日本語版、リミックス版含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。